これは。セナ君、金のため。ちょっとかっこいいなと思っちゃった。なるほど。一周回って。あ、なるほど。でもあの話自体は、話自体は本当だったのかな、じゃあ。うん。ただ知ったこっちゃねえよ。うん、あ、なるほどね。まあこっちの方がなんかこの人らしいけど、うん、ゆっくり考えればいい。ああ、まずは物をか。オファーがあった。あったんか。まあやっぱそうだよな。こっちの方がまあしっくりくるもんな、流れ的に。頭2つと斧。それぞれ1億。頭と斧だけな。頭2つと斧。知らない。佐藤太郎、まあ偽名か。まあ素性がわからないのに。100万。ああ確かに100万もあるならば。だからあんだけ必死だったわけだろうしな。この人いいな、すがすがしいな、ここまでいくと。なんだ。
なんという。何してんだこいつ。鶴橋。もうなんかおかしくなっちゃってる。絶対やられんじゃん。大丈夫か、セナ君。なんかやっぱあれだろうな、出てるんだろうな、いろいろ。カジバのクソ力みたいな。うん。うん。どっちだ。うわ、やられたんか。スイネさん、普通じゃねえよ。Yes. ああ。なんという。3億。ゆうかちゃん。ほ。これは。そうなんだよ、二人ともずっと被り物してっからあって思ったんだよな。どっちだ。いや関係ねえのかな、でもそういう
目4個こっち見てたもんな。だってあうわーそんな、ああ、ちょっと。あんた何を？あー、すげえ音。顔がなんか無表情なのが怖い。殺人未遂。まあそうだな、確かに。でもこれどうすればいいんだ。殺すこともできないし。めちゃくちゃ怪力やぞ。でもうこれなんか死にそうだなこれ死にそうだな。行く、行ってみよう。勇気を出そう。ああおぉ、うん、すー小手ノンモーション。吹っ飛んじゃったんか。本件じゃねえかよ。さきちゃん、あぐへへへへ、やってしまいましたここかって思ったんだけどな。はぁ、波状攻撃。ごめん、ジェットストリームアタック失敗してしまった。はぁ、ぐぐっそ。じゃあ行きますか。間違った。
あれ？あれ？あれ、なんでこんなセルクへ。メトロ列車ここに。はい。はい。離れちゃいけないっすよね、やっぱ。うん、当然や。踏ん張りが。水明さん飛ぶってよっぽどだよな。あー、くそ、この顔も好きだ。うわー、先生のために。あつられて、ってとこも、きっかけ。うっ、えい、なんだその顔いい顔。うん、お、よかった。捏造されたものだと分かってしまう。
立てた理由。ああ、まあ、両面スクラゾーンに見立てた。うん。きっかけ。きっかけ。えい。都市伝説、あ、ダメそう。呪い。うん。くぬぬ。でも、あー、ごめんなさい。あーくー、事実を語らせることができれば。殺害した理由。殺害した理由。裏切り。これ。あ、当たりか。いや、片思いは気づいてなさそうだったから。うん。殺害すること。うん。この口論はやっぱり、脅迫材料。うん。ささやかれたんじゃないか。もう一人の、あー、もうよっぽどあれなんだろうな、催眠みたいな感じなんかな。すごい、なんか言われたらもう従っちゃう感じなんか。よかった。最後の一押し。殺害を思わせるだけの理由。うん。殺された理由。判明してない以上。これ、これか。うん。捏造されたものだ。うん。でもあれか、捏造自体はバレたのか。消えた理由。ああ、
かばおうとした、そうだったのか。うん、そっか、もう全部知った上でか。あー、そうだったのか。もう一人の私、広角機動隊。事件の経緯、真実を気づかせることが、大きな矛盾があります。好きだったのに殺した。うん、自分を守るため。欲しいのため。えい。全くの別人。いいんか、とりあえず。賞金？え、でも、お、ちょっと、ちょっと、ああ、ギャー、あん時の。うわ、
あー間に合うか。右が笑ってる。おお。ああ。抜けられんのか？